くのも、その舐めきった面を見るのも、俺たちの世界にずかずか乗り込んできて好き勝手しやがって。そう、それだよ、ずっとてめえのその面が見たかったんだ。あ、ナフミスさん、気にしてた。お前は俺の大事な仲間に手を出した。我が血肉を糧に生み出されし竜のアギトにより、大事な仲間だったら奴隷になんかしねえよな。違います、ナフミさんは。それがどうした。だがお前は何だ。お前にも腹が立っていた、見なきゃならないんだってな。醜悪で目障りがバイた。やっと本音が。ナフミさん、私のことどう思ってるのかな。ラフタリアさんとフィーロちゃんは違うでしょう。ナフミさんはラフタリアさん二人もそれくらい分かってます。大切な仲間だって心から思ってくれてるって。どこの誰だか知りませんが、ナフミさんから出て行って。ああ、もう何やってんのお前。楽しいショーが台無しじゃねえか。てめえが先だボケ。またかよクソが。ここまでやられてまだ霊気の力に頼るんですか。ナフミさん、しっかりしてください。ナフミさん、ナフミさん。対抗する、それが聖勇者だろ。お前の役目だろ。役目、全てを燃やし尽くすこの力が。言ったでしょ、盾の勇者様で大切な私の仲間まで燃やしちゃうつもりですか。さあ立ち上がって、みんなが待っていますよ。ラフタリア、フィーロ。